シャトー・ドラ・モンターニュ、または、ド・ポアン・シー・シャトー、シャトー・ド・ラ・フォンテーヌは、セント・クリストファーとセント・ピーター・バセ・テール教区に17世紀に存在した要塞型の宮殿。1640年代に、フランスの総督、フィリップ・ド・ロンビレール・ド・ポアン・シーが建設したバロック様式のシャトーで、 カリブ海で特に美しい邸宅の一つに数えられていたが1689年の地震で崩壊した。フィリップ・ド・ロンビレール・ド・ポワンシーはフランスの直居会社であるアメリカ諸島会社に属するセント・クリストファー等総督で聖ヨハネ騎士団員でもあった。1640年代前半、彼はラフ・ォンテーヌと呼ばれていた地域を計11万リーブルで購入した。ここは セントクリストファー島の首都バセテールを見下ろす高台にあり、ポアンシーはここに自身の邸宅としてシャトードラ・モンターニュを建設した。建設にあたり、フランス本国からレンガ職人や石膏、石灰職人が呼び寄せられた。ラフォンテーヌは100人のメ使スカイと300人ほどの奴隷によって管理されていた。都市を経るにつれ、シャトードラ・モンターニュでは、城壁の外側でも内側でも、 防備の強化が進められ、兵器工場も増設された。当初、シャトーのエントランスとされていた門は後に使われなくなり、代わりに強固な防衛施設で固められた東門が使われるようになった。要塞は50人の守備兵とブロンズ砲で守りを固められていた。1660年にポアンシーが死去すると、シャトードラモンターニュは西洋羽根騎士団の所有物となったが、 おそらく1689年の地震で破壊された。現在では、泉や赤レンガなどをわずかな痕跡を見ることができる。シャトー・ドラ・モンターニュとグアドループに建設予定だったマドレーヌ要塞の計画図。17世紀のエングレービング。シャトー・ドラ・モンターニュは、ローマ系とフランス系のバロック建築が混合した様式を持ち、カリブ海で最も美しい邸宅の一つと、みなされていた。 建物は3階構造で、テラスと広大な中庭を有していた。内装も豪華で、いくつもの絵画や絵図が掛けられていた。また、斜塔には、おそらく、カリブ海地域で最古の大規模な図書館があった。斜塔の周囲は、城壁と堀が巡らされていた。城壁には、教会やポアンシーのメシいカイラの宿舎などが併設されていた。奴隷の宿舎は、堀の外にあった。 斜島内部には水源があり、敷地内はエキゾチックな花や植物、泉で彩られていた。この庭園の端には馬小屋と豚小屋があった。ありがとうございます。